よろしくお願いします。こんにちは、私の方から数点ございます。まず、今日、杭州2010アジアパラ競技大会パラリンピック競技大会の出場者が11人、知事室の方にお目になりました。これは来月12月12日から1週間19日まで開催されるものでございます。オリンピックの方は失礼しました、アジア大会の方は大変盛んな報道がありますけれども、このパラリンピックの方もですね、アジア大会、これはロンドン大会に向けての一つのステップということで、重要なステップということで、選手の諸君大変張り切られておりますので、その選手を励ますという意味におきまして、同時にまたそういう方たちを応援して、その活躍に期待されている方々のためにも、ぜひご報道をですね、細かく、仕分けに踊るようなご報道をお願い申し上げたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。続きまして、食の芸術の集い、これを、11月29日に、行いますけれども、その食の芸術、富士の国食の都づくり仕事に表彰式というのを11月29日グランシップで開催いたします。この催しの中心になります、この仕事人の表彰は、静岡県産の食材を積極的に活用して本県の農林水産業の振興や食文化の創造に貢献している料理人の方々を表彰するものでございます。今年6月から8月にかけて候補者を公募しましたところ、なんと321人の方々からご応募がございまして、選考委員会でご選考いただいた結果、200人の料理人および菓子職人の方を表彰することになりました。大体日本料理、西洋料理が4割ずつ、中華料理、菓子職人がそれぞれ1割ということでございます。表彰する仕事人には当日、富士の国食の都のシンボルマークをデザインいたしました記章と表彰箱を、表彰盾を送ります。これが、記章でございまして、もう見るからにつけてみたくなるような、そういう記章で、ございます。お回ししましょうか。この、盾の方はですね、県産の桜材に漆を塗って、種の漆でシンボルマークを表現したものです。記章の方は七宝の仕上げになっております。この記章を胸につけていただいて、また盾は店舗に飾っていただきまして、訪れる方々に富士の国食の PR を、食の都の PR をしていただこうという狙いがございます。この仕事に200人の情報は11月29日の式典でご発表させていただきますが、静岡県農林水産業のホームページにも掲載いたしまして、さらに平成23年来年3月の発行予定のガイドブックでもご紹介申し上げます。食の芸術の集いでは、仕事人表彰式の開催に先立ちまして、この表彰制度、これをのアイデアをいただきました青山学院大学教授、リーディングアドバイザーの一人でもある、榊原英介さんに、富士の国食の都づくりの実現に向けてというタイトルでご講演をいただく予定です。さらに静岡芸術劇場におきまして、スパックによります新しい解釈新尺源氏物語の一場面を上演することにいたしております。静岡の食と文化芸術の素晴らしさを PR したいと考えているところでございます。続きまして、東部コンベンションセンターの推進に関わるトップ会談の開催についてであります。県と沼津市が沼津駅北の、地区に整備する東部コンベンションセンターの推進につきまして、11月29日、
沼津市長とご会談させていただきます。これまで事業プロポーザルで選定いたしました事業者グループの代表企業であるダイオハウス工業株式会社や設計を担当されている建築家の長谷川逸子さんと事業計画の調整を行ってまいりました。調整が整い、沼津市長と今後の事業推進方針等について会談し、同日付で基本協定を締結する予定でございます。これまでの経緯ですけれども、平成20年8月に事業プロポーザルの募集要項を公表して公募を実施いたしました。そして、民間企業から応募のありました事業提案に対しまして、有識者等からなる事業提案審査委員会の評価を受けて、本年3月に県と沼津市は大和ハウスとしました。平成21年3月に県と沼津市は大和ハウス工業株式会社を代表企業とするグループを優先交渉権者として選定した経緯がございます。その後、県と沼津市は優先交渉権者である大和ハウス工業株式会社等と基本協定の締結に向けての事業計画の調整を行ってきました。この調整の柱になりましたのは、マンション計画を取りやめ、そして沼津らしい施設をするために千本松原というコンセプトを柱に据えまして、さらに県産木材の積極的な活用、景観と環境への配慮、にぎわいの空間の創出にポイントを置くという調整を行った次第でございます。具体的な施設計画は29日の会談の場で施設の模型をご用意いたします。その後、記者レクで完成イメージ図などの資料を記者の皆様に配布する予定でございます。県の会議所施設は、大体平成26年の夏ごろ、沼津市の展示イベント施設の方は平成25年の夏ごろにオープンする予定であります。続きまして、金谷御前崎連絡道路のうち、東名の相良牧之原インターチェンジと西萩間のインターチェンジ間の共用開始についてであります。現在工事中の東名の相良牧之原インターチェンジから西萩間インターチェンジまでの4キロ区間が平成23年1月23日日曜日ですがに供用を開始いたします。当日、県と牧之原市の共催で開通式典を実施した後に供用を開始いたします。この区間が供用されることになりまして、東名相良牧之原インターチェンジから御前崎港まで所要時間が従来35分かかっていたのが20分程度に短縮されることになります。これによって御前崎港の利活用が促進されるものと期待されます。さらに富士山静岡空港から御前崎空港までがつながることになりますので、陸海空の交通ネットワークが形成されることになると。さらに仮に大規模地震等が起こりましたときには緊急輸送路の機能の向上にもつながるということだとでございます。それから昨日連絡が入ったのでございますけれども、中国のですね、富士の国交流会に関する中国側の報道が、今日何日ですか、今日25日ですね、24日付の人民日報、中国共産党中央委員会の機関紙ですけれども、に上海万博を解雇、国際社会が上海万博を称賛したという見出しのもとで、その本県の富士の国交流会が先般東京で開催されましたけれども、鄭大使がご出席くださって、そこで本県の臨時代理大使、日本産業官、別名富士の国臨時代理大使館の館長さんと3人で提談をしたわけでございますが、その時の模様を記事にしてございまして、最後には中日両国の地方間交流の新しいモデルとなったと
というように結ばれておりますので、ご覧くださいますようお願い申し上げます。それから、空港の収支についてであります。あ、そうですか。あ、そうですか。失礼しました。それからですね、これはちょっと私事で大変恥ずかしいんですけど、昨日有馬先生が静岡文化芸術大学理事長として、本県に県庁にまでご足労を賜りまして、理事長から、静岡文化芸術大学の名誉教授にしたということでですね、じきじきに、手渡していただきまして大変、感激いたしました。名誉教授というのは初めてであります。10月23日付で、何か兄さんというのは縁がありますね。10月23日付だったと。でそして今年の今月10月23日、11月に何かありましたっけ。ああ、防災会議で安全について話したと。で、12月23日は、いわば本県における冬の始まりですね。冬至が12月22日で、23日から1年で富士見をする12月23日。で来年の2月22日までを冬として、2月23日、富士見の終わり、ということでですね、これはどうしましょうか、冬と、で2月23日から88夜まで、春も夏も近づく88夜ということで、春、88夜から中秋の名月までを、夏としまして、中秋の名月から冬至までを秋とすると。今秋真っただ中、はい、この間新田の際もございまして、あというか勤労感謝の日もございまして、秋の収穫に我々は今だんだん運動もしないと、私のようにただ肉がつくだけということになりますが、まあ、ともかく食欲の秋となっておりますが、まあ、そういうのがなんかですね、みんな23日絡みなんですね。はい、1月23日に先ほどの連絡道路も供与開始というその式典を行います。これだけですかね。私の方からは以上でございます。幹事社の中日新聞のミサイズです。これまでのところで質問のある社はございますでしょうか。よろしいですか。では、幹事社質問に移りたいと思います。今回お尋ねする点は3点ございます。1点目は、先日2009年度の静岡空港の収支について企業会計の手法を取り入れた場合約16億200万円の赤字となることが公表されました。この結果を踏まえた今後の空港経営について知事の所感をお聞かせください。2点目はグランシップのスレートの剥落についてです。先日検討委員会が回収費を最小で8億円最大で14億円とする試算を試算した、3案を提示する最終報告書をまとめましたが、県はどう対応していくのでしょうか。3点目です。沼津御殿場裾野長泉清水小山町で作る寸東地区広域行政推進協議会が、16日道州制が導入された場合南関東圏に入るべきだとの方針を確認しました。富士の国の道州制のあり方について知事の所感を教えてください。以上です。ありがとうございます。それではまず最初の富士山静岡空港の収支状況についてでありますが、今回の公表にあたりましては見える県政、これを、実現するということで、その一環といたしまして空港運営の収支に関わる情報の透明性を確保することを主眼としたところであります。これまで公表してきました空港管理収支に加えまして公共財として取得した空港という資産に関わる減価償却費や県債の償還金を加えた収支についても、明らかにいたしましたので、より分かりやすいものになったのではないかと、考えております。
今回の試算の結果として減価償却費や支払利息、いわゆる検査利子分を含めた収支では、今ご指摘のように16億200万円の赤字となることが明らかになったところです。社会資本として整備している空港に対する評価として、これまで県が公表してきました管理運営に関わる収支で足りるのか、それともこうした減価償却費や支払利息を含めた収支で考えるのが必要なのか、まあ、さらにですね、これ大事なところですけれども、地域経済への波及効果も含めて、こういうその、金額につきまして考えてみなくちゃならないのかといった議論を深めていくというきっかけになったと思っております。まあ、とは言いましても、県といたしましては富士山静岡空港の現状の収支に照らしますと、当面はこれまで説明してまいりました管理運営に関わる収支の改善に向けて最大限の努力が必要であるという認識のもとに、着陸回数を増やす、さらに就航機材の大型化、あるいは未利用土地の最大限の活用などによる収入の確保を図っていくということ、さらに空港管理運営経費の見直しなどにも取り組むことで収支の改善に努めるという、そういう努力目標を得たというふうに考えております。続きまして、グランシップの外壁化粧石材の剥落でございますが、これは去る11月19日に第4回の抜本対策検討委員会が開催されまして、その委員会におきまして、原因究明調査結果として、スレートの剥落は石目の存在が根本的な原因であると、まあ、さらに、年を振るにつれて乾燥湿潤の繰り返しで、スレートの石目の強度の低下、さらに外気温の影響もあったとも見られ、こうした複合的な作用が原因で剥落したというふうに報告があったようです。委員会ではこの結果を分析されまして、スレートの落下を許容しないということを前提とした抜本対策案をご審議いただきました。私はもう常に危機管理が全ての前提にあるということで、危機管理を抜きにした富士の国の文化力の向上はないという、そういう姿勢でございまして、この委員会から近日中に報告をいただきまして、この報告書をもとにしまして、県としての報告を方針を定めたい、抜本対策を今申しましたの観点で取り組んでまいりたいと思います。なお、設計者の須崎新氏からは、抜本対策の実施にあたっては全面的に協力するという回答を得ております。まあ、ともあれ、これまで40枚の剥落がございまして、平成17年から3億6000万円もの安全対策に関わるお金を支出いたしました。さらに今回の委員会につきましても3000万円と、これは実験もやっていただいておりますので、費用を費やした次第でございます。これは抜本的にはどうしたらいいかということを報告書をもとにしてやっていくということでございます。それから3番目の道州制に関わるものですが、これはですね、寸東地区は、三精神サミットにおきましても、富士山、箱根、伊豆半島というのは一体的な観光交流圏であるというように見なすのが望ましいということで、三県の知事で同意しており、かつその方向に向けて協力していくということになっております。まあ、ですから首都圏といいますか、関東圏の西側に位置している素晴らしい景観のところでありますので、その地域の方々が関東圏との親衛性を深く考えられるのは大変自然であると思っています。まあ、さらに言えば、反対側の西側におきましては、いわゆる三遠南進の地域が一体的な地域としての形成をしていこうということで、いろいろな試みがなされているのはご案内の通りでございまして、まあ、そこでは長野県と愛知県と、そして本県という県境をまたがるわけでありますから、まあ、これはむしろ西側
との連携が深くなるということですね。まあ、そうしたことから県境というものがだんだん、こう壁が低くなっていくというか、境界線についてのこうあの意識を取り外していくという契機になるのではないかというふうに思っております。でそれで道州制は今でもなく、これは県よりも大きな地域単位ということであります。でこの道州制を睨む形で関西、そして九州などで広域、行政の地域単位を作っていこうという動きが起こっています。またこの間の関東知事会でも関東でもやろうじゃないかというそういう動きがございました。まあ、さらに、昨日ですか、あの大村副知事が出席いたしました中部圏の知事会でもそのような動きが話されたということでございまして、これから、こういうあの県を超えた動きというものが加速していくと存じます。まあ、そうしたときにやはり一番の基礎になるのは基礎自治体がそういう隣県の市町村と連携をして一緒にいろいろと力をつけて協力をしながらその地域発展を図っていこうということが一番大切でですね、そうした動きを私は歓迎しています。さらに付け加えれば、この間も全国知事会で手を挙げたにもかかわらず当てていただけなくてですね、その結果発言の機会がなかったわけですけれども、地域文献について、大臣あるいは首相に対して発言する機会をもし得られていたならばですね、全国知事会などではいわゆる国の出先機関の原則廃止ということを言われているわけですけれども、私はあの国の出先機関の最たるものは都道府県だと思っているわけです。ですから国の出先機関の廃止ということを主張するのであれば、その自らの、存在の成り立ちも含めてしっかりと見据えられますと、都道府県制の廃止というものが一方で入らないと、ならないと思っています。歴史的には明治4年に廃藩置県で中央政府の指示方針を都道府県、まあ、その時は府県ですけれどもで実施するということのためにこういう府県制というシステムが導入されて、それは従って幹線というか直線であったわけですね。まあ、それが戦後になって民選になりましたけれども、基本的には国の下請けをするわけなので、都道府県会館も国会議事堂のすぐそば、あるいは霞が関のすぐそばにあって、官僚や国会議員の方々に陳情をして、そして仕事をいただくということをしてきたわけです。まさに出先機関です。まあ、ところが21世紀になって小泉内閣の時に、まあ補助金に関わるものはもう少し地域に委ねたらどうかということで、突然ですねそういう指示があって、20兆円のうち6000億円余りを各省庁補助金を譲るということになったわけですけど、それじゃ少なすぎるということで、それで地方の6団体に投げかけられたところ、まあ、その中で一番中心的な全国知事会が梶山さんを中心にして、3兆円分ぐらいの補助金は自分たちで、仕事もお金もしっかりと、使い切れますよという報告を出してわけですね。でそしてそれがまあ蹴られたといいますか、それがものすごく霞が関と俗議員といわれる国会議員の先生方の大反発を受けて以降、地方と国とが対立関係であるかのごとき予想を呈しまして、であたかも全国知事会の知事の先生方がですね、地域文献の担い手であるかのごとくに言われてますけれども、それ以前の百数十年間の明治4年からですから1871年から20世紀の末まで考えても130年余りですね、国の出先機関だったわけですね。それを
あたかも象徴するかのように、この間の全国知事会でも、当初は陳情を要しましょうと言ったのに、もう陳情のオンパレードで、ありました。こうしてくれ、ああしてくれと、まあ、いうようなことでですね、まあ、ここで見苦しい、状況を呈したわけですが、まあ、そうした、ことに照らしましても、私はあの時もし発言の機会を与えていれば、都道府県制度の廃止というのを地域分権の柱に入る、入れるべきだと、いう発言をしようと思ってたんです。しかしベースは自治の原則は基礎自治体が、あるいは自分たちのことは自分たちで決めるという、でまずは本当に小さなコミュニティ、そして村、町、市、そしてどうしてもできないことはそれより大きな単位といういわゆる補完性の原理でやっていくというのが筋で、何といっても生活に最も密着しているのは基礎自治体ですから、そこのところが連携を深めるということが一番大事なことです。その意味で今回寸東の方の市町村の市長の方々がですね、南関東に入りたいと、まあ、それはいろいろこう紆余曲折がこれからあると存じますけれども、まあ、そうした自分たちの地域性を、お考えになって、目を広く関東に、あるいは山梨も関東圏ということでありますけど、別の見方すればこれは中部地方ですから、まあ、そういう見方をですね、自分たちの行政の中に入れて視野を広く持っていただくという、そういうきっかけになればというふうに考えております。以上でございます。ありがとうございます。各社質問どうぞ。どうぞ。まず空港の赤字についてですけれども、まあ、これまでの、まあ、知事のお考えにあると思うんですが、まあまあ、社会資本として、まあ、大事な施設であるので、その、まあ、赤字はやむを得ないというふうなお考えで、まあ、その地域経済への波及効果も踏まえた上で、まあ、そういった赤字も踏まえて考えなければいけないというふうにお考えなんでしょうか。その通りです。やはり社会資本は利潤を追求するという目的で作るものではありません。基本的なインフラとして、そういう企業活動であるとか社会生活を営む上での基礎的なものは、これは利潤という観点からは作れませんね。まあ、したがって橋であるとか空港であるとか大きな公共的なものにつきましては、税金を持ってそれに充てるというのが最もふさわしいと。でそこでどれだけ利益を生んでいるかということにつきましては、それを利用した人々がどれぐらいそれの利便性を活用して、経済活動に、こう寄与されているかという観点が必要なので、経済波及効果ということは考えねばならないと。まあ、目下のところほぼ18億円ぐらいじゃないかという試算が出てますけれども、これはまだ暫定的な数字なのでですね、まあ、空港による波及効果につきましても、きっちりとこういうベースでこれだけの波及効果がございますというふうなものを2月ぐらいにはまとまると見込んでおりますので、その折に、ご提供申し上げまして、ご判断願いたいと存じます。すみません、あともう一つグランシップですけれども、委員会で、まあ、3つの案が提示されましたけれども、まあ、まだこれから検討を進めていかなければならないと思いますが、まあ、現時点でもしお考えがあればどれがいいのか、お話しいただければなと思います。そうですね、まあ、コストとそれと現実性と危機管理という観点をベースにいたしまして、そして、あとはコストというこの2つの柱をベースにして、うちの総力を挙げて最良のものを選ぶと
というふうにしてまいりたいと思います。でその、選んだ結果につきましてもなぜそうしたのかということについて選んでいただきましたというか提示していただきました3つのものについて比較をしなくちゃいけませんので、していただきました委員の先生もそれから県民の皆様方も、報道者の方にもですね分かるようにご説明する機会を得たいと思っております。その他いかがでしょうか。すみません、読売新聞の市塚と申します。グランシップの関係でお聞きします。県としての方針を決められるのはいつ頃までに決定されたいとお思いでしょうか。まず報告書をいただくのがいつ頃の予定ですか。来月のなるか早い時期というふうに言われているので、それからすぐに取り掛かります。どれぐらいでまとまりますかね。時間かかると思いますか。どのぐらい。まあ、予算を計上しなくちゃいけないしそれを議会の承認も得なくちゃいけませんので、その議会にかけなくちゃいけませんから2月議会にかけられるかというとまず方向性を決めてですね、ええ、その後その発注の内容にも単純に入札というわけにはいかないです。ああなるほど。発注の方法についてもさらに検証しなきゃいけない。来年度に入るということですね。来年度直ちに工事に着手というわけにはいかないと。というようなことのようですね。まあ、しかし方針が決まりましたらば、前倒しでやっていくという、そういう姿勢には変わりありません。いたずらに引き伸ばして、石目だけでも8000石目のあるのだけで8000枚あると言われています。5万3000枚のうち石目のあるのが8000枚と、報告書といいますか 15% ぐらいと言われていますのでこれはもう長く放っておけばほとんど危ないのでですね、なるべく早くしなくちゃいけないと、まあ、こういう原則で、現実に即した形で一旦決まれば前倒しで、なるべく早くやっていきたいというそういうふうに文句のところご答弁させてください。ありがとうございます。どうぞ西村さん。12月補正でです。日本経済新聞西村です。12月補正で富士見の祭典というのをやられるというふうに、はい、発表されたんですけれども、はい、大体のことは、まあ、財政室にお聞きしたんですけれどもこれをやられるその狙いというのをですね直接知事の口からお聞きしたいんですけれども、はい、まあ、大きくは2つありますね。まあ、1つは、都道府県制という国の出先機関の最たる、ものであるこういう制度の中で静岡県という名称も、命じられるわけですけれども、それをベースにしながらも、新しい富士の国という、地域アイデンティティを確立するということがございます。で、富士の国はこれは県民の間で出てきた、まあ、自然発生的に作り上げられてきた言霊の入った名称だと。でこれの背景には富士山がございますので、そういう都道府県制度から自立をするという中央集権体制からこの東海道のど真ん中から自立をしていくというその姿勢を内外に明示したいということです。もう一つは、日本の自然そのシンボルが富士山でもあるわけですけれどもその特徴は日本の芸術の代表とも言われる俳句、これはカタカナで書かれたりあるいは俳句と HAIKU というように、アルファベットで書かれたりいたしますけれども国際共通語になったものですが世界で最も短いポエムです。でこの俳句の基本的特徴は季語ですね。でこの季語つまり春夏秋冬というものを抜きにして日本の自然がないんだといや
日本の自然観の基礎には春夏秋冬というものがベースにあるということをもう一度思い返したいということで、日本が近代化、都市化、都市の中での季節感の創出という中で大地とだんだん切り離されてきたと。でその日本の大地、これが紡ぎ上げる春夏秋冬の季節感を取り戻すということでですね、先ほど申しましたように冬至からこの2月23日までを冬とし、そして、夏も近づく88夜までを春とし、88夜から中秋の名月までを夏とするというふうにしてですね、その2月23日をもって富士の国の芸術祭の立ち上げ日としたいということでございます。でこれは、今年度まで8月31日から2月13日までをもって芸術祭という、まあ十分に少なくとも担当者からは説明すらできないような日程でずっと何十年もやってきたということから、春の祭典、サマーフェスティバル、秋祭りというように、こういうそのメリハリの効いたそういう芸術祭というものに組み替えまして、日本のど真ん中から季節感を取り戻すという目的がございます。でそして、冬には富士山が一番よく仰ぎ見ることができるということは経験上、統計上も明確でございますので、そういう冬に見る仰ぎ見た富士山、まさに、雪は降りけるというわけですね、タコの夜打ちで、そういうその、雪化粧をした富士山というものが神々しいということを山の中人も歌っているわけです。でそうしたその芸術の源泉、そして信仰の対象にもなってきたこの自然というものをベースにして、つまりその富士見から春に人間の活動に、生命の活動にこう入っていくという節目の時をですね、立ち上げたいと。これは我々の中に文化的遺伝子として持っている季節感へのもう呼びかけでもあります。そうした意味で、これは春の到来をことほぐ、喜びの、日にしたいというふうに思っておりまして、でそうしたことを分かるように、本県の最高顧問である梅原武先生が講演をさせてくれと言われたぐらい、私は講演をしたいと言われたぐらいであります。それからさらに、この日をもちまして、富士の国というもののエッセンスにあるのが富士山の語りかけている言葉、それは和だと思います、平和だと思う。でそういう美しい自然を破壊するということが戦争であり、あるいは公害であったりいたします。でそうしたものに対して平和を宣言すると、私は県会議員の先生方から8月に、平和宣言をしろと言われてですね、しかし8月に平和宣言すれば、まあ、原爆を落とした人たちからするとやっぱりどっか辛いところがありますから、そういう辛い思いを何もわざわざさせることはなかろうということでですね、富士山の日であれば、まあ、これは富士山に、こと寄せてといいますか、富士山のおかげで我々はこういう地域社会を作り上げてまいりましたと、つまり自然のおかげで、ありますと、そういうおかげさまの気持ち、自然を大切にする気持ち、環境の世紀、21世紀に、環境破壊とか人間の生活破壊とか、ましては戦争といったことはいたしませんということをしっかりと、宣言したいとも思っておりまして、今年は残念ながら準備不足でした。しかし来年度はですね、来年と言いますか、来年は準備不足とは言えないので、そういうこれまでの東京的季節感がない、山がない、コンクリートジャングル、その中で、殺伐とした東京砂漠を、やがて大震災をもし、大震災があったりすると関東大震災の二の舞となりかねないところでですね、もう一度、それとは異なる日本の姿と
いうものをここから始めるという決意の日にもしたいなと思っております。でそれで、その時にはですね、富士山を見るという、その催しをどのようにしたらいいかなとも今県の方でもお考え、県の方で考えております。それからまた、それを多くの人に知っていただくために、県だけでなくて、まあ、県外の方々にも来ていただきたいというふうにいろいろ声をかけておりまして、もう一回まだ、招待状は出しておりますけれども、来るって言ってる人とまだ返事がない人もいらっしゃいますんで、いずれどういう方がお越しになるかもご紹介できるかと存じますけれども、各国の大使とかですね、あるいは外国の要人とかも お越しになる可能性はございます。まあ、そうした中で恥ずかしくない、富士の国の、まあ、宣言、8月県の誕生日いつでしたかね、というふうにこう聞かなくちゃならないぐらいですね、まあ、あまりピンとこないような話なので、やはり皆さん方も自分の誕生日を忘れにならないように、あるいは会社の創立記念日なんてのは覚えてられますか。まあ、いずれにしても学校だと創立記念日ってありますよね。でそういうのと同じで、1年に1回、この日をしっかりと富士の国としましては、世界文化遺産ということを差し当たっての当面の課題として、そこに思いを致すということが ありますけれども、もっとその大きくですね、富士の国、これは静岡県だけでなくて日本のことを念頭に置いておりますけれども、新しい日本の立ち上げを、平和に致したいと、で共感があれば広まっていくだろうというふうに思っています。地域自立の一つの形だと思ってくださいませ。どうぞ。読売新聞の杉原ですけれども、この前、お話にありました、搭乗率保証 の、はい、その導入の経緯、はい、囲み取材の時に、はい、検証して明らかにすると、はい、おっしゃられまして、でこれは大体いつ頃までに明らかにされるのか、目処を聞かせていただきたいのと、それと同じようにですね、過大な需要予測の、これなぜ過大になってしまったか、これも明らかにしなければならないということを以前、定例の記者会見の場だったように記憶してるんですがおっしゃられました。これは経済波及効果なんかと合わせて作業を進められているのかなというふうにも思うんですけれども、まあ、非常に専門性の高い話なので、これについてもいつ頃をめどにその公開されるのか教えてください。はいはい、まず最初の搭乗率保証の合意の経緯については、この間杉原さんの方からご質問があったその直後からすぐに調べる手続きに入ったんですが、分かったことはですね、平成17年5月25日に静岡県と JAL との間での取り決めがありますけれども、まあ、そこで運行支援金を県としては支払いますということを明言してるんですね。でじゃあそれがどうして決まったのかということについてはですね、バックとして分かりません。ただその前に、能登空港でアナとの間での搭乗率保証というのがございました。石川県とアナとの間でそうしたものが注目されていましたので、おそらくというのは本当に恥ずかしい話ですけれども、両方の側からそうしたものが思いつかれ、かつ、70% というわけですから、こういう数字は、まあ、当然、ここだと確実に利益が上がるであろうということで、県側よりも JAL 側の方が明確にそういう数字についての根拠があるはずですから、JAL 側からもまた本県としても石川県の例があるから本県の側からも両方がどうも言ったと、そしてどちらが先に行ったかということは結果的にわからないという、文書がないという
ことが目下のところ私が今得ている結論です。その当時担当されていた方に直接お話聞かれたりとかですね、どこら辺まで踏み込んで調べられるのか教えていただけますか。まあ、あの今のところあの、それ以上のことが分かるかどうかにつきまして、で仮に分かったとして、我々の覚書は、まあ、それが17年に結ばれてですね、後に、いわゆる確認書になったり、で確認書はやがて、いわゆる今問題になっている覚書ですね、そこに至るわけですから、論点であるのはまさにその覚書のところでございますので、これは完全に訴訟に入りましたの で、 でこれはもう訴訟の中で、包み隠さずといいますか、堂々とこちらの主張をしてまいりたいという、そういうところに今力点を置いておりまして、過去の経緯については、それなりに担当者が、私自身がインタビューしたわけではありませんけれども、その報告を受けた結果、その文書としては残ってないと、であるのは平成17年の5月25日だと、でその背景には能登空港の問題、それから両方が言い出さなければあの 70% というものは出てこないと、あるいはこちらからそんなことを言うわけありませんので、きちっとした利益が出る、そういう数字として、JAL 側から出されたに違いあります、まあ、そういうあの計算があるようです。まあ、そんなことでですね、どちらを先にということについて、まあ、これについてはもうそれほど私は強い関心を今は持ってないんですよ。今申しましたようなことでご回答してご不満ならば、そうですね、もう一度聞いて分かればまた個別にでもご報告申し上げますけれども、差し当たって、今のところ先ほど言った通りでございます。それから第2番目 の重要則についてですけれども、まあ、これがいい加減な重要則であったということは、もうこれは国交前国交大臣はじめ、統計、重要則の何て言いますかベースになっている、数字を見れば、つまり重要則130数万人というそのベースになっている各、便についての、便数であるとかを見ればですね、まあ、ことごとく違ってるわけですから、これが根拠のないものだということはもうはっきりしてます。なぜそういう重要則をしたのかということについて実際に書いた学者は、決めたのは一つの、案として出してみたけれど、これを決めたのは県なので責任は自分にないとおっしゃってる。じゃあ私たちはどういう責任を持つべきかとなりますれば、これは6月4日から開校し、また8月27日から全面開校するということになって、その各路線における乗客数等、これを踏まえて出すのがふさわしいということで、これのですね、需要予測、すなわち過去1年余りの経緯に基づく需要予測につきましては、今、計算してるんですね。今、調べているわけですね。それ、大体いつぐらいに、この間については、これ、いや、もう精査してですね、いつ出せますかね。そうですね、大体、小松便が3月で打ち切られるとか、それからチャーター便の予想はどうだとか、これまでの経緯から、韓国便はどうなるかというようなことは分かっておりますので、まあ、そうしたところから来年度の需要予測というのは出せると思います。まあ、さらに再来年ぐらいまで出せるかもしれません。でこれは我々が自分たちの空港の数字をよく見た上でやるわけで、これまでのような専門家がですね、まだ空港ができる前から、機場のあえて空論と申しますが、今となっては空港を作るがための需要予測とすら見られるような、まあ、希望予測と、成功
利潤を生むであろうというそういう需要則を出すことによって空港を建設する根拠とするというふうなですね、そういう需要則であったということはいくつかのメディアにおける分析であるとか、あるいは実際にお書きになった人たちの言説から出ておりますので、私はもうそうしたものは過去のものになったと。しかしその需要則に基づいて空港を作ったわけですから、これはもう本当に反省しなくちゃいけないと思います。しかし、じゃあ空港が138万に達してなかったから138万になるまで何もしないかと放っておくとかというふうな、そういう、態度とかですねは取らないと。でむしろ、90数万席しかない中で1年間で60万以上の人たちが乗ったと、で 65% という搭乗率を誇ったことについてどう思うかとなれば、これは大方の評価でですね、1年としてはいいというふうに言われております。じゃあ今後どうかということになれば、羽田が開港した第4滑走路が開港いたしましたので、そうした影響もですね、この間まではあまり考えておりませんでしたけども、それ出てます今すでに。そういうその影響もですね考慮しながら需要則を立ててまいらねばならないと。これはどなたにでも分かるそういう需要則になるのではないかと思っています。これまで私は毎年10万ずつ増えるというようなことを言ってましたが、あれは需要則ではありません。そういう、100万ぐらいになれば新幹線駅ができるという、そういうですね、新幹線駅ができるためにはやっぱりそれなりの乗降客がないといけないと。で、やっぱ100万人ぐらいの乗降客がないとダメだという、これは一種の、新幹線、駅を作るためのこちらが交渉に臨むときの数字になるわけですが、そこまで、いつ行けるかということについてですね、1年ごとに10万ずつ増やしていきたいというのと、今回のようにこれまでの1年間のベースをしっかりと踏まえて、来年度あるいは2年後ぐらいまでのですね、そういう需要則はご提示できると。でそれが今年度中ということですね。あります。要するにあれですよね、搭乗率保証の経緯も今知事がおっしゃったことがその経緯を公にすると、検証して明らかにするということではないですよね。これはきちんとやられますよね。やったんですよ。要するにどっちが先に言い出したかわからないというのは、これは本当小さなことで、それからどっちが主導を持って搭乗率保証の導入に向けて話を進めていったとかですね、そういう細かいことを検証しなければ、なぜこういうことになったのかっていうその理由が全然わからないと思うんです。で、そういうものに携わってきた、もしかしたら責めを負わなきゃいけないという自覚を持ってらっしゃる方々から報告を聞いて、それでこういう話になってるとかですね、で、うちなんかも含まれていると思うんですけれども、報道された事実をかいつまんでですね、それを総合的に見て、こうだと見られるけれども、それはもう何ですか、 あまり強い関心を持ってないというふうに結論出されるのは非常に何と言いますか、ちょっと不十分だと思うんです。やはり知事はよくその外部の方、有識者の方の、頭脳を借りてですね、県政運営されようとされてますけれども、であればこういうものこそ、こういうものこそその第三者の目を通して、検証するとかですね、いうことが必要なんじゃないのかなと思うんです。で、裁判で、中でつまびらかにするとおっしゃいましたけど、これは検証して公開するんじゃなくて、それは裁判という場に持ち込まれて、法廷という場に持ち込まれて、仕方なくこう明らかにせざるを得ない状況になったから出すわけで、それは知事が普段おっしゃっている情報公開というのとは全く別物だと思います。ですからこの問題主体的にきちんと検証して公開するということが、静岡県が次のステップに進むためには必要な手続きだと思いますので、これはきちんと検証して公表してください。12月の中旬でしたか、口頭
最初の口頭弁論というのは、17日ですね、もうその戦いに入っていますのでね、これは、こうしたその本来戦う戦場というとおかしいですが、訴訟の場以外のところで、申し上げると、実際すべての情報をきちっと精査して立論される、時の、法廷闘争に不利か有利かという観点で、この情報を出すか出さないかということを論じる、その程度の問題とは思いませんけれども。なので、まあ、しかし全て明らかになりますよ。どこまで分かってるかということも含めて。明らかになるんじゃなくて、明らかにしなければいけないんだと思います。今言ったようなことが明らかになるかどうか、私も、即動いたわけです。で、今申しましたようなことが分からないということが分かったということで、そういうことを、じゃあ今度も質問があったらばお答えしようということで今日臨んでおります。要するに検証は今後やられるんでしょうか、それとももう やらないんでしょうか。常にこの、ことここに至った経緯というのは分かれば、それは公になるべきものだと思っています。特段に今何か隠そうということは一つもありません。その大事な経緯もよく分からないまま知事は JAL を攻撃なさっているんでしょうか。JAL をこの2万数千人いた、従業員、それを引き受けられた稲盛会長、自分は会社におきまして、京セラにおいても、あるいは KDDI においても一人の首も切ったことがありませんと。そしてさらにパートタイムで働いている空港の人たち、この人たちも正規で雇いたいというふうに2月1日にご就任された後言われています。それが今どうですか。1万人以上首を切り、さらに整理解雇ということをですね、仏の稲盛を鬼の稲盛に変えたのは一体何でしょう。それはですね、私が JAL に対してこの搭乗率保証をという取り決めがあって、この搭乗率保証に基づいたこの取り決めの内容を精査したときに、審議則違反だとか、あるいは覚書違反だというふうに明らかに言える体質を持った同じ JAL です。ですから鬼の稲盛にしてしまった、その鬼の稲盛が戦っているのは、最近のために戦っているのは、私が戦っている JAL と同じ JAL ですよ。そういう体質を持っている会社であっただけに、まあ、いわばマモンですね、7割を超えても払えって言うんですから、7割を超えても一切見返りがないって言うんですから、それは道義的に見ればおかしいと思うんですがね、それはそれです。本当におかしいと思う。しかし、そこを責めてませんよ、私は。責めているのは、こちらがどうして今回 JAL の請求に対してはい分かりましたと言えないか、あるいは予算を組まないかというと、明らかにお互いに約束したことを守ってないからだということにつきます。そこのところが論点になっていますので、搭乗率保証に関しましては、今申しましたように仏の稲盛を鬼の稲盛に変えたマモン、金の神に仕えて非常にルースな体質を持って、税金をどんどんジャブジャブ注入されてですね、そして赤字を垂れ流してきた。で、そして県からの血税も入るから7割という高い搭乗率を、書き入れて、かつそれを、仮にはる、かに達成してもそれに対して何の見返りもしなくて済むというふうな体質を持った会社だったわけですね。それに対して私は道義的なすごい怒りを感じてます。なんという、これが一体ナショナルフラグかと思いますよ。しかしそれはそれ、今の戦いはこれはその両者が約束したことに対して誠意を持ってそれを
履行したかどうかということについてのみ争っていて、まあ、それ以外のことについては言わない。それはまあ県の弁護士さんのいろいろお知恵を借りて、で最終的にそういうところに行き着きましたけれども、こう1年ぐらいは知事の、まあ、矛先、怒りの矛先というのはいろんな変遷があったじゃないですか。そもそも登場率保障っていうのは 70% っていうのは県に、まあ、偏無的で県に非常に不利であると、なんでこんなものを結ばなきゃいけなかったのかというところから始まりましたですよね。始まりました、でそれはやっぱ JAL が勝手に産んで県に押し付けたものじゃなくて、県と JAL が、水面下で、密談を重ねながら、密談といったらまあ言い方悪いかもしれないですけども、協議を重ねながらですね、作り上げたものじゃないですか。でもその作り上げる経緯をよくわからないまま戦おうとされた、まあ、戦ってこられたと。で今もなんだかよくわからないと。これでいいんでしょうか。これは議会も覚書につきましては非常に、厳しい、議論をされて、それは議事録に残ってますね。ですからそういう文書に残っているものは見たわけです。 ですからそこで見た範囲におきまして、平成17年5月25日の覚書の経緯についてはですね、具体的にいつ誰がどう言って、決めたというふうなことはやはりわからないですね。調べないとわからないと思います。調べたんですが、それで、はい、すいません、重要則の方も、はい、これもなぜこういう過大な重要則が出たのかという原因は調べられないということですか。これ以上、これはまあそのご本人が新聞でインタビューなんかを受けて書かれていますね。本当にその根拠を何か聞きたいですよ彼に。最終的にそのいくつかある案の中で決めるのは県でしたよね。そうです。だから彼も、まあ、もっといい突き詰めれば石川前知事でしたよね。ともかくその決めるのは確かにこちらです。向こうは学者として予測を出すだけですから、その予測をこれは現実のものだとして採用するかどうかというのはその学者さんの責任ではありません。学者は現状分析、現状予測、まあ、分析をした上での予測を出されただけで、それを飲むか飲まないかというのは県ですから。だから県の判断は現実から即すると全部外れてるわけですから、だからその判断ミスがあったということは明瞭じゃないですか。これはもう、6月12日の段階で、今年のですよ、前原前国務大臣がですね、国交大臣が馬鹿げてると二度も言われたじゃありませんか。なんという馬鹿げた重要則だと。もう要するに紙切れです。まあ、結果的にできちゃったので、これを重要則のもとに作ったのでですね、確かにその点は何とも、申し上げにくいですけれども、しかし、重要則としてはこれは当たっていなかったということがはっきりしています。わかりました。じゃあただね、判断はこちらがしましたけど、やはり専門家がなさって、いる重要則を素人がですね、これは当たってる当たってないというふうに言うのはすごく難しい。当たってないというのをその時点で言うのも難しい。まさに予測ですから。ですからこれはですね、そういう意味では県に責任があった、結果責任はあるかもしれません。しかしじゃあ学者に責任があるかといえば、学者もそれなりの根拠に基づいてそういう予測をされたわけでしょう。だから、その根拠の判断ミスがあったということであれば、そこにも論点が問題がありますからね。しかし我々はやっぱり学問的な、あるいは科学的なというべきか、そういう根拠に基づいて施策を講じますので、そういうその施策をきっちり初めから課題に予測してるってくれと言ってるわけではありませんから、どうですかと言ってそういう予測が出てきて、それに基づいて空港を作ったということですから、ですからこういう手続き上どこにも問題がなかったわけですが、現実の蓋を開けてみればこれは大きく外れていたということで、ことごとく外れてるんですから。
これは見事なもんです。ですから、まあ、1割ぐらい外れてるとかね、あるいは有料か不可で 60% ぐらい当たってたならまだその需要測も根拠があったと言いますけれども、全部外れてるんですから、これは見事なもんです。じゃあこれについてももう特に検証とかは考えてらっしゃる。そうですね、もう前に向きたい、前に向きたいですね。利活用の方向に空港建設というのを終えて、私は利活用のために空港部を廃止しました。でそして、いわゆる交通基盤部を作って、また文化観光部を作ってですね、今県一体になって、これの可能性を開いています。で今可能性は開けていますね。もちろん羽田が新しい滑走路を持った、しかし一方でリニア新幹線ができる、それも部分開通ももうすでに、報告されているというようなことになりますと、もうこれは新幹線の問題が、旧新幹線、現新幹線をどのように活用するかということはもう国交省の委員会でもやってますからね。ですからこういう新しい事態に、ベース、これをベースにして、私どもは需要測を考えていき、かつそれが地域のためになるのであればそれを後押しすると。でもし、そうでないならですね、議会のご判断や皆様方とのこのやり取りを通じて、誰にとっても分かりやすい最後の決断をするというふうにしたいと思っております。需要予測についてはいや分かりましたけれども、はい、やはり搭乗率保証の経緯についてはこのまま済ませるようではこういう失敗を将来静岡県の未来に生かすことはできないんじゃないかなというふうに思います。そのね、杉原さんの言われる9は分かります。私もね、マモンに取り憑かれている、あるいはマモンと化した JAL が、あるいは仏の稲盛を鬼の稲盛に半年余りで変えてしまう、そのような体質を持ったものが相手だった。でそれに屈したという面があるかと存じますね。やっぱりそれは卑屈だったのではないかと思います。ともかく飛んでいただきたいということであればですね、そこには当然反省があります。すなわちどういう経緯で向こうが出したことにしてもこちらがそれを引き受けたということになりますと、まあ、そこには血税をともかく人が言うがいまいが、しかも全部マイレッジで乗った人は感情になったという、まあ、そういうことが全部歌われてですね、絶対に損をしないような形できっちり書かれていて、偏無的であるものを受け入れた体質というものについての反省は私は深く持っておりまして、しかし一方でそういうそのマモンというのは意識だったかもしれませんけど、ともかく、赤字体質を、持って意思決定もはっきりしないようなことが後に分かりましたのでですね、こういう会社が相手だったのかと、もうそれが約束を守らんのは無謀になるかなと思うところもございますけどね。しかしもうあとは覚書に関わる、これは現実のあったことをそのままやっているわけですから、搭乗率の決定の経緯につきましては向こうはマモンであった、うちはそのマモンに屈した卑屈なところがあったという反省はあります。もちろんそれに対するそれぞれの言い訳は当然あるわけですけども。次の予定がありますので、これで記者会見終わります。一つだけ、北朝鮮の攻撃についてどのように受け止められたのか、県の対応なんたるという、もうこれはですね、この21世紀のこれほどまでに民主主義という理念が多くの人に共有される時代になったところで、朝鮮民主主義人民共和国の名においてですね、民間に向けて攻撃をするということは本当に隣国にそういうことを思っているのは恥ずかしいぐらいです。ですからこれは情報を多くの人が共有することができるようになれば、北朝鮮もですね、おのずと収まるところに収まっていくのではないかと。ですから武力に対して武力というのはこれはもう、誰もがしてはいけないと
ということで、そのために国連があり、いろいろなその調整機関があって、まあ、現在も進められております。でこれは非難するべきものはきっかり一致批判すると、しかし、目には目をという、そういう態度は取らないということですね。でしかしやり方としては、私はですね、こういう、情報時代になって情報鎖国であるような国があるということを非常に遺憾に思っておりまして、いかにして、隣国がどうなっているのか、あるいは日本がどういう国になっているのか、でそして、自分たちの支配体制というものがどのようなものであるかということについて、朝鮮民主主義人民共和国の国民の皆様方がなるべく早く分かるような時代が来るようにですね、あるいは分かっていただけるような方策を一緒に探さないといけないと。情報が人を変えます。人が変われば、これは国が変わるというふうに思っておりまして、情報鎖国をがあるといかに、多くの人が犠牲になるかと、いうことだと思います。私はですね、言葉を継ぎますと、そういう国は当然言論の自由がありません、学問の自由がありません。本件にはそれがございます。でついこの間まで隣国は、あれ今でも、中国というあの国でもですね、いろいろな形での規制がありますでしょう。でその規制があるということは、つまり情報を独占するという、そういうあり方は、これは長持ちはしないと。だから早晩すべての情報は明らかになるでしょう。しかしそれを早くしないと犠牲者が多くなると、援助が少なくなると、あるいは援助が打ち切られるとなれば困るのはそういう人たちです。ですからやはり隣国の問題を対岸の火事とは見ないでですね、我々が持っている情報を誰もが共有できるように、まさに情報公開ということが民主主義の、あるいはこの自立の基礎であるというふうに思います。情報は増えれば増えるほど、情報は分ければ分けると増えていくんですから。ですからこれはいわゆるゼロサムゲームではありません。なるべく分けて、その享受できる人が、それに享受できる人が増えていくようにですね、これを増やすことが、こういう、島で亡くなられた方に対する供養にもなるというふうに、私は今考えているところでございます。ありがとうございました。